おはようございます、本日は7月27日の水曜日でございます。長期休暇5日目かなでございます。昨日ね、チャリで塩釜の方まで行ってて、で結局帰りが9時半とかになったのかな。そこから夕飯食べたり風呂入ったりしてて、結局寝るのが1時くらいになってしまったんですよ。で今日が、8時くらいに起きたような感じになりますんで、まあ、ちょっとなんか朝ランとかはね、できなかったんですが、まあなんか8時ぐらいだったら別になんか遅起きのなんか領域に入らないかなと思って、なんかいつもね5時ぐらいに起きるのが理想だなと思って起きてたんですが、さすがにこう1時に寝て5時に起きると、まあ起きれることは起きれるんですが、まあね、夕方にね力尽きたりいつもの通りしてしまったりとか、寝不足になってしまったりするので、まあしっかり今日は寝とこうということで、無理して朝から活動するより、まあしっかり寝る方が大事かなと思って、睡眠時間を確保しようと。もうね、すごいね、もう教訓があるんですよ。もう本当に無理して早くから活動したりとか、睡眠時間削ると、結局夕方とかに力尽きて夜中に目が覚めて、そこからどん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 ズレズレしていくんですよ、生活が。なんでとにかく睡眠時間だけを確保しようみたいな感じのね教訓を得たので、まあでも8時ぐらいだったら別に普通の時間だと思うんでいいんですけれども、まあそれでまあ今日からまた早く寝ればね、戻るので、翌日、まあ、ちゃんとその遅くなってもその日の睡眠時間をちゃんと取れば生活リズムが崩れないということがこれで立証されると思いますということで、朝飯を食べていきます。ちょっとやばいです。今日朝このグラノーラ食べようと思ったんですが、牛乳がこれ圧倒的に足りない。やばい。いつも牛乳ストックしとくんだけどな、今日に限って牛乳なくなっちゃった。やばい。この少ない牛乳でなんとか食べきれないと。グラノーラこれ好きなんですよね。チョコナッツ。このなんか、アーモンドとかナッツとかいろいろ入ってたりして、めちゃくちゃ好きなんですよね。ちょっととりあえず朝飯は、これをいただこうかと思います。よし、ちょっと一服です。今日は2時間半ぐらいレポートを進めておりました。コーヒー、久々にコーヒーです。コーヒーのお供はこの前作ったチョコクッキーでいただきます。ということで外に出てきました。今の時刻が6時半ぐらいですね。今日は午前中にレポートとかをやって、午後はですねこの自転車をちょっとね手入れをしておりまして、全然手入れしてなかったんで手入れをしましたら、めちゃくちゃ走り心地よくなった。ですね、オイルをね全然チェーンに塗ってなくて、あれだったんですよ。すごいなんか昨日のねなんだっけ、塩釜に行った動画とか見ていただくと分かると思いますけど、すごいガリ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 言ってたと思うんですよ、漕ぐ時。でも今ちょっと漕ぐとこじゃないな、ちょっと漕いでみます。した漕いでいますけど、ガリガリ音が鳴ってないと思います。どうですか、めちゃくちゃ静かになってると思います。もう無音に近い。そしてね、音が鳴ってないっていうからめちゃくちゃ漕ぎやすいんですよ。すごい軽い力で漕げてますね。めちゃくちゃいい。ほら無音。うわすげえ漕ぎ心地。オイル塗ったんですよ。556を塗布しただけでこの静かさ、やっぱ手入れ大事ですね。あとは全体的にすげえ汚れてたので磨いたんですよ。磨いたっていうか拭いて、あとタイヤに空気を入れました。このチャリがなんだっけ、単位 PSI だっけかな、単位50のところまで入れてるんですよ。50なんだっけ、30から50の間って書いてあって、まあ、自分はなんか乗り心地より漕ぎやすさの方を重視しているので、50、最大の50まで入れてるんですよ、空気圧で。もなんと今日空気圧見たら20になっておりました。これ
漕ぐのに体力使ってたわけだと思いましたよね。なんでいつパンクしたりしてもおかしくないんでね、空気圧低すぎて。なんで50にしましたらめちゃくちゃ漕ぎやすくなった。もうチェーンの手入れのしてなささと空気圧の低下のこうダブルパンチでめちゃくちゃ漕ぐのに体力を使ってたんですが、今やばい、ちょっとした力だけでめちゃくちゃ進む、これ楽すぎる。これだからね、あの汗のかき方とかもちょっと軽減されるかも。ちょっと早めにやっとけばよかったな。てか日頃から手入れしとくべきですけど、いやよかった、めちゃくちゃ快適中の快適すぎる、やばい。めちゃくちゃ漕ぐのがね、運転の差、乗り心地が運転の差です。本当に次にここのクランプの部分、このライト、これクランプ式のライトなんですが、ゴムがね、挟むゴムがなくなってしまってクランプできなくなってしまってたんですが、今ちょっとこれでね持つか分かんないですけど、滑り止めをこの間に挟んでクランプしております。これで今んとこ動いてないけど、いつまで持つか分かんない、ちょっと応急処置的なやつなんで。これ締め方も一応これネジがついてるんですが、手締めじゃちょっとやっぱ力弱かったみたいで、このネジよく見ると六角レンチで締めるようになってるんですよ。六角レンチで締めたらめちゃくちゃ動かなくなった。やっぱちゃんとした取り付け方をすべきです。あ、めちゃくちゃいろいろいい感じになった。そしてこのチェーンにオイルを塗ったことで音とかが軽減されただけではなく、漕ぎ心地もね変わるんですよ。 重さがすごい変わります。オイル塗ってない時はすごい力が必要だったんですよ。てか音が鳴ってるってことは、その力がその音とか振動の方に吸収されてるってことなので、それが少なくなるっていうことは力がダイレクトに動力に動力に変換されるので、めちゃくちゃね、その何でしょうね、ロスが少ない。今まではなんかその音とか振動に使われてたエネルギーがこうダイレクトに動力に行くので、めちゃくちゃね効率、エネルギー効率がいいというか、まあ、ちょっとうまく説明できないけど、めちゃくちゃ漕ぎやすくなった。今空がめちゃくちゃ綺麗。飛びすぎ、全然動いてないじゃん。これは天気が良かったら自転車の方が楽っす。やば、本当に動かないや。この道行ってみます。県道137号だって。宮城県道137号、ちょっと広そうで、なのでちょっとここ行ってみたいと思います。ちょっと最近だから、この前のイオンモールのところに出た。あー、ここなんだ。1が2日目だ。あー、なるほどね。これこの前月曜日行ったイオンモールですね。なんだっけ、卸町だっけっていうところの、あ、そう、こっから入った、こっから。県道137号、覚えました。ちょっともうちょっと先行ってみよう。そういえばここの交差点、面積というか何が日本一なんだ、なんか日本一らしいですよ。なんだっけ、車線かな、車の台数か。あー、歩道がなくなった。日本一らしいです。よく見てみたらでかいな。すげえ、ここ何車線だこれ。5車線以上ある。7車線ぐらいある。それが交わってるわけだから、30何車線、40車線近くなるの。すごっ。あ、確かに広いね。初めて知ったんだけど、最近知ったんですが、わお、わー、確かにすげえ。この建設中の場所結構でかいな。うわ、すごい。これだけでかいのに真っ暗な建造物でもなんかあれですよね。青い車、これ何？パトカー？初めて見た。さあ、ということで自転車の手入れをしましたとは言っても、喋っただけで実物をお見せしないとあんまり需要はないと思うんですが、まあ、ちょっと今少しね1時間ぐらい走ってきたので、まあ
その感想としてはやっぱりね、めちゃくちゃ乗り心地が違うっていうかね、あんまり汗だくになんないから、多分これね、あの前まで汗だくになってた理由は多分自転車の手入れが行き届いてなくて、めちゃくちゃ漕ぐのに多分負荷がかかったからだと思います。まあね、この乗り味が良くなった大きな原因としては、原因というか なんだ乗り居心地が良くなかったのは、先ほどもお話しした通り、まあ、チェーンですね。このチェーン あのオイルをね全然塗ってなかったんですよ。それをね、チェーンがなんかちょっとあの錆びかけてたので、あのピカールで錆を落として、で錆が取れて綺麗になった状態で556を塗布しました。このチェーンのとこだけじゃなくて、このスプロケットのところもほらかなり綺麗に銀色になっておりますね。これかなりあのちゃんと磨きました。なんでめちゃくちゃこの回転とかが良くなって、そしてあのガリガリ音とかも多分サビが結構ついてたりとか、油が足りなかったんでなってたものなので、それが取れたのでかなり漕ぎやすくなりました。あとはこれ空気ですね。空気をちゃんと入れました。空気もね、入れようと思ってて1ヶ月ぐらい多分入れてなくて、そのね、このタイヤが30から 50PSI の間で、空気圧調整するんですが、でいつもね、自分あの乗り心地よりあのなんて言うんでしょうか、あの空気圧が低い方が乗り心地よくなって、空気圧高い方が漕ぎやすくというか、少ない体力で漕げるんですが、まあ、少ない力で漕ぎたいので空気圧高めに50でいつも入れてたんですが、久々に空気圧見たらなんと20になってたっていう、最低のラインもこうあの下回ってるので、あのそれだとあれなんですよね、パンクしやすくなるんですよ、空気圧低くなると。なんでちょっとやばかったです。でも空気圧入れてめちゃくちゃね、乗り心地が良くなったっていう、めちゃくちゃ良かった。あと段差とかにも強くなりましたね、圧倒的に。で結構ね、あの手入れするときそういう主要部のところはいじるんですけど、今回このタイヤのホイールもね拭きました。まあ、ここが汚れてても別にこう走行性は変わんないんですが、結構汚れてたんですよ、このホイールの部分ですね。この文字が書いてある部分結構汚れてたので、ここも拭いたらめっちゃ真っ黒になって、あのタオルがでめちゃくちゃ綺麗になりました。そしてここのね、スプリングじゃないな、ピストンの部分がかなりね錆びてて、これもあのピカールで錆を落としたら、結構あの段差の時のあのなんでしょうね、弾力というか衝撃の吸収が上がったんじゃないかなと思います。あとこのライトはビクともしなかった。今日結構走ったけど、おやっぱ良かった。あとこういう細かいところも、まあ、ちょっとなんかネジが錆びたりはしてますが、まあ、できるだけ綺麗にしました。いいんじゃないでしょうか。めっちゃ乗りやすくなった。いやー良かった。3時間頑張った甲斐があった。めちゃくちゃね、運転のサイズマジで乗り心地が、まあ暑いは暑いけど、なんか全然汗の量が違う。やっぱ手入れは大事ですね。
本日はこのジョンソンビルをいただきたいと思うんですけど、この前焼いて食べたんですけれども、これなんだっけ、茹でても美味しいらしいんですよね。ここに書いてありますが、この前焼いたんですけど、ボイル。袋から取り出し、沸騰したお湯に入れた後、弱火にし、6分から8分ボイルしてくださいと書いてあります。でそしたら沸騰したお湯に入れると、よし、で6分から8分って書いてあったから、間取って7分ぐらいにしてみますか。7 minutes, counting down. ちなみにこれ生でも食えるらしいです。生でもっていうか、もともと調理済みのやつがね入ってるんで、そのままでも食べてるらしいです。でおすすめなのが、まあ、焼いたり、こうやって、煮たりして食べるらしいですが、まあ、なんかいろんな食べ方あるらしいんで、ちょっとね、今度アレンジしてみても面白いんじゃないかなと思います。夕飯です。今日は茹でてみました。ちょっと茹でてやつ食べてみたいと思います。あっめっちゃこの先っぽから肉汁が、よいしょ、まっ、あ、すんげえチーズがいい感じに溶けていいね、うまい。焼くより熱が均等に伝わるから、すごい中まで柔らかいですね。焼くのもすごいカリカリして美味しいけど、熱が均等に伝わるからうまく料理できますね。茹でると美味しい。チーズの溶け具合がすごいです。ちょっと見てほしいんですけど、やば。これね、これ、今、ソーセージの肉汁が、こんだけ飛んだっていう。すごくないですか？こんだけ。で、顔にもかかったからめっちゃ熱かったんだけど。だから、こんだけなんか肉汁がすげえ閉じ込められてますね。うまいけど、熱い。すっごい熱い。茹でると肉汁が飛び出す可能性ありですね。うん、でも美味しい。まあ、こんだけね、まあ、ジューシーなんだっていうことで、いいんじゃないでしょうか。